皆さんこんにちは、年末年始いかがお過ごしでしょうか。本日はですねこちらマセラティ板橋さんにやってきました。この2014年2015年のですね年末年始に皆さんだけに特別にご案内させていただきます。赤札車本日ご案内させていただきますのでお店に行ってみます。皆さんこんにちは。本日はですねこちらマセラティ板橋さんにお邪魔してます。本日車のご紹介していただくのはこちらの方です。はい、私セールスの横田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。横田さん、はい、お店すごく綺麗だったんですけども、そうですね、新しくオープンしたお店なんでしょうか。はい、2014年の9月に、オープンいたしまして、私どものグループとしては2号店目となります。1号店目が埼玉店、私どもが今年の9月、オープンという形になりますので、まあ、とても綺麗なショールームですので、お客様に居心地の良い空間を、ご提供できるかと思います。こちらの店常時何台くらいの展示車があるんでしょうか。はい、常時4台の、展示車を、常に配備しておりますので、うん、まあ、マセラティのモデルすべて、こちらのショールーム来ていただけると、ご覧いただけると思っていただければ結構です。そうしましたらこちらに来れば他のお店に行く必要がないということですね。その通りでございますね。本日ご紹介していただくこちらの車両は何という車でしょうか。はい、こちらが先代のクワトロポルテ GTS ということになります。外装のお色はビアンコエルドラというものです。次内装の説明をしていただきたいんですけども、はい、こちらはどのような装備がついているんですか。はい、こちら内装のトリムにカーボンパネルを採用しております。またこちらのシフト、こちらも、カーボンを使用しております。でまた最後にこのステアリングですね、こちらはアルカンターラのステアリングになっております。でその奥に、やはりパドルシフトを装備しております。こちらでシフトアップ、こちらでシフトダウンと。こちらルーフの素材は何でできているんですか。はい、こちらのルーフはアルカンタラで、採用しております。でまたこちらにサンルーフがついておりますのでこのように。こちらのサンルーフですがこのダイヤルで操作いたします。右に回すと縦に 2,3 センチほど開きます。左に回していただくと全てオープンいたします。はい、こちらのですね販売価格はおいくらになるんでしょうか。はい、こちらなんですけども、クワトロポルテ、GTS先代のモデルになりますが最終型となっています。非常に人気が高いモデルになっています。なんと新車価格より600万円ほどお安くなりまして1028万円からのご提供。新車価格よりも600万円も安い、はい、1128万円、はい、大変お買い得なお車ですね。そうですね、もう非常に探されている方も多いので非常に貴重なお車の1台と言えると思います。ということで皆さんですね今も非常に人気の高いこちらの車両ですね1128万円ということですのでぜひともご検討をお願いいたします。はい、こちらはギブリの S というグレードのモデルになります。外装色は、オプションのメタリックのグリジオメターロというオプションのお色になります。はい、次は中の説明をしていただこうと思うんですけども中はどのようなオプションがついているんでしょうか。はい、こちらはオプションのカーボントリムというオプションがついております。センターパネルとドアのパネルにそれぞれ装備されております。またステアリングの後ろにパドルシフトも装備しております。こちらもオプションになっております。右側でシフトアップ、左側でシフトダウンとなります。こちらはすごい触り心地がいいんですけども、はい、なんていう素材なんでしょうか。はい、こちらはオプションのアルカンタラという素材を使用しております。ルーフ全体に広がっております。またこちらはガラスサンルーフ、こちらもオプションで装備しております。実際に作動させてみます。こちら足元にも何か秘密があるんでしょうか。はい、こちらもオプションでスポーツペダルを装備しております。アルミの素材を使うことによってさらにスポーティー性を向上させております。
ちらいろいろとオプションのご説明いただきましたけども、はい、総額おいくら分ぐらいついているんでしょうか。はい、総額174万円分。174万円分、はい、こちらの販売価格はおいくらなんですか。はい、940万円。174万円分のオプションがついて、はい、車両の販売価格は940万円。はい、そうです。皆さんこちらの車両ですね、大変お買い得な車両となっておりますので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。横田さん、はい、1階のショールームに降りてきましたけど、はい、何かあるんでしょうか。はい、今回先ほどのお車をご制約いただいた方、こちらのミニカーをプレゼントいたします。なんと先ほどのお車のご制約いただいた方、はい、限定でこちらのミニカーをいただけると、はい、どちらか一つですよね。そうですね、こちら皆さんどちらかお一つですけれども、こちらのミニカー大変高価なものと聞いておりますので、この機会を見逃しなくどうぞご検討よろしくお願いいたします。